不思議なものね。この町には二度と来るまいと思ってたのに、まさかこんな風に帰ってくるなんて。あれがパパのお屋敷よ。だけどちょっと心の準備をしたいから先に行ってて。はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト11に続きやっていきたいと思います。前回ですね、このシルビアさんと合流しまして、ここにね、今言ってたね、パパがいるらしいんですけど、すごく怖いらしいのでね、一緒に会いに行ってくれと。それはね、まあ会わないといけないので、このジエゴの屋敷にジエゴに会いに行こう。このクエストとかもね、あのいろいろ途中にありましたけど、まだできないものとかもあるので、まあそんなのね、まあ今後も攻略2行こうかと思います。あともう今更ですけど、フィールドでね、モンスター牛とかで飛ばしてましたよね。あんなのも実は経験値がね、ちょこっと入ってるらしいんですよね。ただ戦闘が終わって、あの一緒に経験値もらえるような感じみたいですけどね。いいですよね、飛ばしまくればいいってことですよね。今まで伏せてばかりだったジエゴ様が急に先ほどお目覚めになったのだ。これは町が希望を取り戻す良い兆候だぞ。しかし先ほどから外が妙に騒がしい気がするんだが、何かあったのか。はい、なぬ、ヨダスケパレードが来た。よくわからんのか、ヨダスケいるからにはわざわざする連中ではなさそうだな。もう皆様ご無事でしたか。本日ご主人様の体調がよろしいようで、ただいまお目覚めになっております。ご主人様はこちらの部屋におられますので、ぜひともお会いになってくださいまし、きっとお喜びになることでしょう。しかし外が騒がしいようですが、何かあったのでしょうか。すげえのが来てるよね。師匠、グレイグでございます。久方ぶりです。おお、グレイグじゃねえか。てめえが修行を終えて町を旅立ってからもう十数年か。近くに来て面見せろ。てめえの活躍は散々聞いてるぜ。図体でけえだけが取り柄だったてめえが今やデルカダールの英雄様だ。思ったよりお元気そうで何よりです。師匠の下で騎士道を教わっていなければ今の私はありえなかったでしょう。ここを旅立って多くのことがありました。16年前のユグノアの悲劇に始まり、先日の大樹の落下、そして今や魔王が。そういえばシルビアはどうしたのだ。私は師匠と話しているから、ちょっと様子を見てきてくれないか。さて。まず漁るの大事だよ。お、プラチナボール。よし。あれ、いなくなってますよね。おう、カズボンだな。シルビア姉さんでけしたら、長い階段を降りて海の方へ向かっていったでけすよ。どうもらしくない深刻な様子でけしたが、姉さん一体どうしたんでけしょうかね。旦那、様子見てくれねえでけすか。ヤンガスだよね。お、いた。あ、そっか、私を探しに来てくれたのね。実はね、私あなたと再会できたらウルノーガと戦うって心に決めてたの。だけど
パレードのみんなを預けるためにパパと会う決心がなかなかつかなかったの。あのプチャラオ村の親子を見るまでは。話し合えば分かり合える、そう覚悟を決めてここまで来たんだけど、やっぱりパパと会うのが怖くてね。私がこの町の出身だって話したことあったかしら。そう、グレイグが言ったのね。聞いての通り、私は子供の頃から騎士になるべく徹底的に鍛え上げられた。だから私はずっとこの町で騎士として生きていくものだと思ってた。そんな時だったわ、サーカス団が来たのは。そのサーカスのショー、とにかく面白くって、不思議と体の中から力が湧いてくるの。私はサーカスのパワーに魅せられたの。そして私は確信したわ、笑顔は人を強くする、私の騎士道はこれだってね。いても立ってもいられなくなって、今の私に必要なのは旅芸人の修行だってパパに打ち明けたら、当然のように反対されて。その時言ってやったのよ、世界中の人たちみんなを笑顔にできるような私にしかできない騎士道を極めてやる、それまで絶対に帰らない。屋敷が壊れるくらいパパと大喧嘩して、私はこの町を飛び出したってわけ。おセンチな話しちゃったわね。でもあなたとお話ししてたらなんだか勇気が湧いてきたわ。よし、パパに会いに行きましょう。おい、何者だ、そこの羽男。さてはくせ者か。今すぐにこの屋敷から立ち去るがよい。久しぶりね、ゴンザレス。臆病者のあなたが屋敷の護衛役なんて随分失礼したじゃない。ウム貴様、どうして私の名前を。相変わらずネズミは苦手なの。タワシと間違えてネズミを掴んだ時が一番傑作だったわね。そんな、まさか。そうよ、驚いた。ゴリアテ様、まさか、お帰りになる時が来るとは。お懐かしゅうございます。今まで屋敷を開けていてごめんね。ねえゴンザレス、屋敷を見て回ってもいいわよね。もちろんです、ゴリアテ様。どうぞごゆっくりなさってください。パパ、ただいま。誰だてめえ。てめえは我が息子ゴリアテ、どの面下げて帰ってきやがった。ひー、ごめんなさい。ごめんなさいだとか。おいゴリアテ、てめえ何か勘違いしてねえか。ええ、てめえの騎士道ってやつで世界中を笑顔にできたのか。いいえ、まだです。だったらなぜ帰ってきやがった。てめえは大口叩いて出て行った、なのに夢を果たさぬままよくも抜け抜けと。そんな風にてめえを育てた覚えはねえぞ。パパ、まさかそれって。ちっきしょう、こんな体でなけりゃてめえをぶん殴ってたところだ。ありがとうパパ、ずっと私のことを
認めてくれてたのね。私確かに夢半ばのまま帰ってきちゃったけど、それには理由があるの。魔王か。そう、魔王がいる世界じゃ人は心の底から笑えないの。だから私、魔王を倒す。そして明るい世界を取り戻して、今度こそ夢を叶えてみせるわ。魔王を倒すだと？てめえまたどでかいこと言いやがったな。面白い、やってみやがれ。ええ、必ず。騎士に二言はないわ。それで実はパパにお願いがあってきたの。魔王を倒すまで私の仲間たちを預かってほしい。そして私の代わりにみんなの中心になって導いてほしいの。そんなもんお安い御用よ。困ってる人を助けるのが騎士道ってもんだ。パパ本当？おうよ、ドーンと引き受けてやら。騎士に二言はねえ。キャー、パパありがとう。おう、それじゃみんなパパに挨拶なさい。これを着てね。おいおい、な、何しやがんだ。なんだこの服は。こんなもん着いてねえぞ。だって私の代わりにみんなの中心になってくれるって言ったじゃない。騎士に二言はないんでしょ。そういうことじゃ。さてまあなんだ、乗りかかった船だ。この妙な奴らはドーンと俺に任せとけ。安心して魔王をぶっ倒してくるんだな。必ず魔王をぶっ倒して世界中に明るい笑顔を取り戻してみせるわ。相変わらず威勢だけは一枚だな。魔王を倒したら絶対に帰ってこいよ。てめえには言うことが5万とあるからな。はい、だそうです。大変ですね、お父さんもね。言うことちゃんと聞くのよ。お姉様、行かないで。やっぱりお別れなんて嫌よ。私だってみんなとお別れするのはとっても悲しいわ。だけど
みんなの笑顔を奪う魔王ちゃんを倒さなくっちゃ。それまでの短いお別れ。たとえどんなに遠く離れようと、私たちずっと仲間よ。お姉様、困った時はいつでも呼んでね。私たちどこであろうと駆けつけるから。セルビアはカズボとの連携技中目呼びが使えるようになった。私のわがままに付き合ってくれて本当にありがとう。改めてよろしくね。そういえば私の船なら町を出て東の浜辺に置いてあるの。今まで通り自由に乗っていいわよ。船があればこれまで行けなかった場所に行けるようになるな。引き続き仲間を探しラムダを目指そう。そうだわカズボちゃん、これあなたの落とし物でしょ。今のうちに渡しておくわね。馬呼びベル。ヨダスケパレードをしていた時に偶然そのベルを見つけて拾ったのよ。これも運命的な再会ってやつね。覚えてると思うけど、町は洞窟の外でそのベルを鳴らせばすぐに馬が駆けつけてくれるわよ。それじゃあ改めて私の船に乗って仲間のみんなを探す聖地ラムダを目指しましょう。ほい。ということなんですけど、ソルチコってなんか増えてるかな、もしかしたら。あ、増えてる。これはできるクエストなんかな。できるクエストだったら埋めますけど、何個か受けててね、まだね行ってない場所とかもあるので、そんなとこもね攻略しつつ行ければいいかなと思うんですけどね。親、旅の方どうか話を聞いてくれ。メタチャット地方にある。お、会長の入国には悪魔の騎士という魔物がおっての。奴ら以前のナール騎士だったが、魔物になったことで誇りをしない悪さを働いているようなのじゃ。騎士の名を冠するのに騎士の風上にも置け。ここはガツンと懲らしめて奴らに騎士としての誇りを取り戻さねば。そうじゃな、お主らならばあの誇り高き連携技を使うことでそれも可能かもしれん。なあ旅の方、旅の途中ですまんが一つやってもらいたいことがあるんじゃ。わしのためを聞いてくれんか。メタソランだっていいね。おう、引き受けてくれるとはありがたい。とある誇り高き連携技の名はナイトプライドというんじゃ。剣を使いこなす者が3人集まることで発動する技だぞ。この技を使って会長の入国にいる悪魔の騎士を倒すんじゃ。ひょっとするとこれで悪魔の騎士も失われた騎士の誇りを取り戻すやもしれん。奴らはガツンと懲らしめてやってくれ。だから主人公とグレイグと、これだ。お。勇者の能力はとにかく昭和再びゾーン。シルビア、グレイグ。はい、追加されてるものはいます、ね。これをね、これにゾーンだ、ね。熱いわよ。さあ、食らうがよい。まあそのうちゾーン入るとは思うんだけどね。グレイグが入った時点で、もういいね。あ、いたいたいた。これで、スノードラゴン。またここ来なくちゃないけど。お、ナイトアックス。
これを、排水の角度。ここに行くぞ。まあ、この2人で倒せるんだろうな。やべえ、700いった。ですよ。これで1個クリアで。やはやお見事。あなた方から発せられる気で分かります。どうやら修行を偉い遂げたようですね。ドゥルダの心得は、この先強敵との戦いにも役に立つ場面が訪れるはずです。戦いとは覚悟、覚えておいてください。これはドゥルダの修行をやり遂げたあなた方に私からの気持ちです。どうぞ遠慮なく受け取ってください。お、集中のカード。ちなみにこれは余談でありますが、かつてローという方が強敵を前にすると逃げ、結局この修行を達成できませんでした。逃げた理由は何でも、大使様からわざとお仕置きを受けるためだったとか、全く呆れて物も言えません。ローのようになることなかれ、このドゥルダの修行は厳しいものばかりですが、里の皆には立派に果たしてほしいものです。すごい言われようだ。ローのようになることなかれ。